こんにちは。オーストラリアシドニーから野林薫がライブでお届けしております。今日はですね、ちょっとね、夕焼け空がねすごく綺麗なんでね、ちょっと急遽ライブをやってます。シドニーの夕暮れ時と言いますかね、もう日は沈んだんですけどもね、日がね沈んだ後がまたこれ綺麗なんですよね、空がね。で今日はね、日の入りがだいたい6時55分ぐらいだったのかな。で日が沈んだ後にね、こんな風にね空がオレンジになりましてね、とっても綺麗ですね。で今私ですね、シドニーのねミルソンズポイントっていうところにいます。今ここねフェリー乗り場もありましてね、今ちょうどねフェリーが着きましたね。でこのフェリーはですね、実は向こうのオペラハウスの方に渡っていきます。もうねちょっとね夜景もね綺麗になってるんですよ。あ、空がね綺麗ですね。今こちらオーストラリア、明日からねイースターホリデーに入りますのでね、明日はねもうねお店なんかはもう休みじゃないのかな、スーパーとかも休みなんですよね。で金土日月とね4連休になりますのでね、まあね4連休前っていうことでね、ちょっとねお出かけする人たちなんかもね多いのかもしれませんね。オペラハウスもね綺麗に輝いてます。まあもうね、ほんとこちらシドニーもね、随分と秋がね深まってきてますのでね、もう今日もね朝結構ねちょっとね寒いぐらいだったんですよ。でまあ私ここね時々ライブ散歩するんですけども、まあ、うちの近所のねミルソンズポイントっていうところなんですね。よいしょ。で本当はねここねいつもねルナパークの顔がね光にライトにねライトアップされて照らされてるんですけども、まあね明日からイースターホリデーということでね、明日はねルナパーク閉まってるんでしょうからね、今日はねライトアップされてませんね。まあでもねちょっとこのカメラでね結構ねルナパークの顔がくっきり映ってるので、せっかくですのでねこのインパクトの強い目力の強いねルナパークをちょっとねお届けしたいと思います。これね遊園地なんですよね、ルナパークっていうね。あーなんかねもう本当ね空が今綺麗ですね。で今日はね朝はね結構寒かったんですけどね、まあ、夕方、まあ、今ね7時半前ぐらいなのかな、まだまだねほんわかあったかくてねすごいね過ごしやすい気候ですね。もうちょっとね夜景も綺麗になってきましたね。シドニーハーバーブリッジもねここで見えてますね。もうねここは本当にねもうお散歩にはねもってこいのねスポットなんですよね。ルナパーク遊園地のね観覧車も見えてますね。これね歯がねなかなかすごいですよね。このね目力もすごいですけどこの歯もすごいですね。白い歯がね歯がこぼれる笑顔でございますね。はいはい、向こうの方に見えるのがねダーリングハーバーとかねバランガルーっていうねウォーターフロントのエリアなんですね。で辺りはねもう本当にねカフェだとかレストランとかね、あとね屋内動物園もあるんですよ。でその隣にね水族館なんかもありましてね、でダーリングハーバーはもう本当にね人気のスポットですね。であそこにねひょろっと高い塔が見えてるんですけどね、あれがね新しく、まあ新しいって言ってもまあもう 4,5 年前ぐらいかな、でも開発されたバランガルーっていうエリアでね、あそこもねまたねね、おしゃれなレストランとかねカフェとかあるねウォーターフロントの、ね、エリアで、地元のね
人たちにもとても人気のエリアになってます。はいはい、ここからね、なかなかね綺麗な夜景も見えますのでね。でこちら側はね、まだまだね空がねオレンジで綺麗ですね。ちょっとね今日はねこのねルナパークがねライトアップされてないんでね、ちょっとねなんかね不思議な感じもするんですけども、まあまあねイースターなんでね、もうルナパークのこの方もねちょっとねお休みよってことなんでしょうね。ちょっとね海の水辺に近づいてみますね。あーなんかねいいですね、こうのんびりこう落ち着いた気分になりますね。あ、またフェリーが来ましたね。このフェリーはね向こうのあのオペラハウス側の方から来たフェリーですね。でこのフェリーでね実はね先ほどあの言いましたねバランガルーとかダーリングハーバーに行くことができるんですよ。なんでねこの辺りもねすごくね便利のいいエリアなんですけどもね、私もねこの辺りに住んでね今あちょうどね1年経ったのかな、すごくね住みやすくてね気に入ってる街です。なんかねやっぱ連休前はこうねちょっとのんびりした気分になってねいいですね。まあ、と言いましてもね私はね休みじゃないんですけどね、私は普通に連休の間も働きますけども、まあ私土日が休みですのでね、金土日月のそのね中日の土日はお休みします。ね、だん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 ね空もこちらの空はもう結構ね暗くなってきましたね。ではではルナパークの横顔、あ、フェリーが向こうに行ってますね。まあ、今日はね私ねあの仕事がね3時に終わりましてね、朝の10時から3時までのねシフトだったんですけどもね、まあ夜3時に終わりまして、そしてそれからねちょっとね見たかった映画があったもんでね映画を見て、でちょっとねあのゆっくりこちらの方に帰ってきましたら、ちょうどねあの日の入りのタイミングにあったんでね、じゃちょっとここらでね一丁ライブでもと思ってね今ライブをやってます。いやーなんかね今日はね空気がすごくね柔らかくて高くて、なんて言うんでしょうね、すごい優しい空気なんですよ。なんでねこう外にいるのがすごい気持ちがいい、空気ですね今日はね。まあまあねシドニーもね、冬はね結構寒くはなるんですよね。そうなんですよ、綺麗な夕焼けでしょう、サナさんからのあの顔、あの顔でしょう、そうそうそう、からのあの顔です、ね、歯もすごいですね、健康な歯ですよね、すごい健康な歯ですよねこれね。はい、こんな感じですね。そしてオペラハウスとシドニーの、ね、市街地の、ね、夜景もこちらから見えますね。ね、シルエットが素敵ですか。そうですね、いいですね。ねえ、なんかねこう日が沈んだ直後、日が沈むとき綺麗だなと思って空とか見てるんですけどね、もうちょっと粘ってあの見てるとね日が沈んで、まあ、10分15分ぐらいしてまた空がねすごい綺麗になるんですよね。その瞬間が私結構好きでね、で今日はちょっとねのんびりとこの辺りを散策しながらオレンジに、ね、染まる空を待ってましたけどもね、すごい綺麗でした。そしてねもう今はね
夜景に変わりましたね。もうきっとね、明日はね、まあ、グッドフライデー、まあ、イースターということでね、きっとね、街ももうすごい静かなんだと思いますね。まあ、私はね、明日はね、夕方から泊まりシフトが入ってますのでね、まあ、私がサポートしているグループホームのクライアントと一緒に、まあ、静かなね、イースターを過ごすことになると思います。ね、それも良き、良きって感じですね。ここはね、ミルソンズポイントというところになりますね。でここからね、フェリー乗り場の方にね、下に下っていけるんですけどもね、なかなかね、ここからのね、景色もね、なかなか綺麗でしょ。シドニーのね、夜景が見えます。そしてここから見えるルナパークのあの顔も迫力ですね。ね、はいはい、ではでは、ちょっと私ね、お腹が空いてきましたので家に帰って晩ご飯を食べたいと思います。それでは皆様、どうもお付き合いありがとうございました。ではでは、素敵な夜をお過ごしください。失礼いたします。